あれ、優しさを押し付けてくる人じゃない。あ、俺シャドウが悪くよ。うわ、本当だ、優しさを押し付けてくる人だ。カバン重くない？俺が持ってあげるよ。あげるってなんだよ、いちいち言うなよ。大丈夫。え、あ、じゃあなんか持たして。あれは優しくしたいんじゃなくて、優しくしてる自分が好きなんだもんな。それって本質的に優しくないよな。ケンシさんって優しいよね。え、そう？まあ、いないっちゃいないけど。ちゃんとモテてやがる。そんな男に騙されんなよ。でもああやってベタに優しくできるやつがいいんだろうな。ベタできるって強いな。俺も見習わないと。俺が優しくすんのは、あやむちのことが好きだからであって。ごめんなさい。え？うわ、振られた。よっしゃ。こんなにシャドウが悪いってあげたのに、こんなにハンドクリーム持ってあげたのに。めっちゃ食い下がるじゃん。優しさに見返り求めちゃダメだな。ありがとう。あ、ちょっ、エスカレーターも後ろ乗ってあげたし、エレベーターもボタン押してあげたし、あ、電車の中でさ、席譲って。